常年司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。今日のゲストは文化放送の寺島直政さんです。よろしくお願いします。お疲れ様でございます。お疲れ様です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい、今日はね、大人の事情だったんですけど。そうなんですよね。乗り切れましたかね。乗り切れましたね。乗り切れましたか、ありがとうございます。なんとかなりましたかね。はい、はい、まあ今日ね、今日面白かったらぜひね、高評価のボタン、チャンネル登録ね、さらにコメント欄に感想など書いていただいてね、はい、あと寺島さんをね、ご支援いただける方は Thanks ボタン、ありがとうございます、押していただければと思うんですけど、はい、いや今日途中でね、話出ました、あのインフレがすごいということで、まあみんななんかインフレビビってる人多いと思うんですよ、日本人の方はね、でもまあ寺島さんはほらもうね、だいぶほらもう明治の生まれですから。明治じゃないんですよ。ああ、大正生まれの寺島さんは。いやいやいや、昭和33年ですか。ああ、そうですか、ね、そうです、ね、あの大正12年生まれのですね。いやいや、どこに今どうやったらその計算成り立つんですか。すいません、あのまあ寺島さん結構ね、人生の長い時期を、はい、ね、物心つくまでインフレをお過ごし、ね、ご体験、ね、ご体験されてるということで、石油ショックの時何歳だったんですか。1973年、だから高校生ぐらいかな。高校生、じゃあ、あのトイレットペーパーの騒動覚えてらっしゃる。覚えてますよ。おお、やっぱそうですか。ない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 ってね。お母さんにスーパー連れて、もうあの並んでと、直間さん並んでと、一、ね、人一個だから並んでとかやったんですか。並ぶ間もなかったですね。あ、なくなっちゃった。 なんで石油がなくなるとトイレットペーパーが不足するのか全くこれ謎なんですけど。いやね、でもあのなんか流行り病の時もありましたよね、はい、あのじいさんがトイレットペーパー買いすぎて。そうなんです。いや、私取材に行きましたけど、しばらく1ヶ月以上はなかったですよ、ね、あれも在庫はあったんだけど、はい、もうなんだか分かんないけど、みんなそうですよね、みんな買っちゃった。あれ古い人はやっぱり何かが足らなくなるっていうと、はい、トイレットペーパー、いやいや、どうなんでしょうね、まあ、困るっちゃ困るんですよ。なるほど、だけどね、あの時だから狂乱物価と言われて、はい、確かね 23% ぐらい。そうでしたかね。73年 23% でしたけど、はい、大丈夫でしたか。いや、大丈夫でしたね、そう、高校生成り立てぐらいの時だったかと思うんですけど。あ、じゃあ部活でなんかほら終わってからこうジュースとか買いに行くと、うわ、こんな上がってんだと、ジュース1本、10万みたいな。いや、そんなんじゃないんですよ。それハイパーすいません。それハイパーですから。あ、なるほど、そこまでじゃないけど、でもね、確かにこのジュースの値段が上がったのを覚えてます。上がりましたか、はい、あ、いくらぐらいだったんですか当時は。ね、だから、まあ、まずは駄菓子から私なんか始まってますからね。あ、はいはい、あれはだから10円ぐらいからスタートで、はい、それがね30円ぐらいになったんですよ。おお、3倍増結構上がったなみたいな、ね、なるほどね、まあ、少し期間はありますけど、それが今度瓶のジュースを飲めるようになった中学生ぐらいになってね、はいはいはい、そしてそれがやっぱり10円とか上がってくんですよ。そうですよね、私もね、あのちょうどその、まあ73年の時まだ4歳なんで、もう全く覚えてないんですけど、はい、その後やっぱり70年代って割と物価が高くて、で平均物価上昇率はですね、なんと 9% ほう今のアメリカより高い、ね、9% です、ね、はい、まあでもあの73年にその 23% とかがあったんで、はい、その分がドーンと乗ってるので、ね、まあ、それ割り引いてもでも多分 7% 6% とか 7% ですよ、はい、ですからあの小学生の時にやっぱりあのジュースの値段がね、うん、毎年10円ずつ上がるみたいなのありましたね、ありましたもんね、あとあの学校でね、一応あの公民の時間にね、はい、インフレーションというのは物価が上がることです、ね、はい、であのデフレーションというのは物価が下がることですって習うんですけど、デフレーションなんてありえねえよなと、はい、物価って上がるもんだろうみたいな感じなんですか。いや、だってほらもう今覚醒の感があったのが、ええ、公民って呼ばなかったですから。ああ、なんだか道徳だとか政治経済だとか、ええ、なんかそんな感じでした。ああ、そうですね、ええ、まあ社会そうですね、公民の時間で、なるほど、新しい名前なんですよ。なるほど、ああ、そうなんですね、はい、だからなんかそういうのがあって、でなんか昔そういう意味で言うと本当に物価高くて、はい、あの小学生ぐらいの時は、郵便局の通常貯金に預けていると、はい、大体3% ぐらい金利がついてですね、1万円 あのお年玉が1万300円になると、100万円なら3万円だなとか、子供の300円大きいですからね。大きいですよ、100万円なら3万円、はい、1億円なら300万円もらえるじゃないかと、はい、300万で暮らせるよねって1年ぐらい、ね、これでじゃあ働かなくていいんだとか思いましたけど、まあそんな時代も長くは続きませんでしたね。あの頃金利高かったですよね、でもその頃1億なんてね、今簡単におっしゃいましたけど、億万長者ですもん、1億。そうですね、あの当時1億って言ったらね、だってほら1億だ3億だとかね、年俸が1億いったらすごいなんて、落合さんなんか ね、まあ、ね、確かにね、3億円事件なんて言ったらこれ、あ、確かに何百年暮らせるんだみたいな。本当ですね、物価がだって今よりもまあ安かったですから ね、あのジュースの値段だけで比較すると多分半分ぐらい
でしたよね。あの瓶のペプシが、はい、50円、50円ぐらいだった、はい、でもあの瓶返すと10円返ってきたんで40円ですよね、はい、中身はね、そういう意味で言うと、まあ、今よりも物価安かったんですけど、はい、まあ、金利はだいぶ高かった記憶がありますけどね、そうですね、だからみんな預金してましたもんね。ああ、やたら貯金してましたね、今はほらね、金利があるんだかないんだか分かんないみたいな感じですもんね。ですよね、あの頃はだからその金利が高いから貯金しようということでみんな貯金して、はい、で市場からお金が消えるでしょ、はい、でそういうことで需要を抑制して、で石油ショックの時代ですから、はい、この70年代って今と同じですよ、石油が入ってこないから物作れない、ね、物作れないからお金持って外出ても買うもんないんで、はい、みんなにお金持たすとうわーってみんな欲しい欲しいっつって値段だけバーって上がっちゃうんですよ。物作れなくて大して売れないのに値段だけ上がるという、これスタグフレーションですね、はい、はーはー、これが起こってたのは70年代です。70年代なんだ。はい、そうなんです。で、80年代、はい、1980年、ね、もうすでにもう寺島さんはもう社会人に、まあ大学生ぐらいですか。81年が私入社の年なんで、じゃあ大学生ぐらい。4年ですかね。なるほど、はい。ちょうどその時に第2次石油ショックってあったんですけど。そうでしたか。覚えてます？覚えてないな。何にもなかったですか？自分の周りでは、まあニュースでは見聞きはしてましたけども、そんなに実感は今は覚えてないんですよね。就職活動そんなに大変でもなかったでしょう、そうですね、石油ショックでもう採用抑えてとか、まあ、っていうか、そうですね、あの私はね放送局専門で受けましたけども、はいはい、別にどうってことなかったですね、どうってことなかったですよね、はい、なんとね、あの今日ほら話題に出た、あの第二次石油ショックのね、1981年以来とか言って今日ほらアメリカの物価上昇率やってたじゃないですか、はい、日本はねあの時ね、あの第二次石油ショックほとんどねノーダメージで乗り切っちゃった。そうだったんだ。だから寺島さんあの、はい、楽だったんですよ、就職活動、第一次石油ショックの時には、はい、結構あの新卒の人大変だったと、就職も大変、就職も大変だったと思います、あのずっとまあインフレの時代って続くんですけど、途中でねやっぱね循環的には不況になる時あるんですよ、はい、であの石油ショックの1回目の時は結構ひどかったし、あとねうちの親父がね就職した時には、はい、あのうちの親父はあの航空系志望だったんですけど、はい、なんかね、まあ、もう亡くなった親父の話でね全日空に内定もらってたらしいんですよ、あのまあ整備のもね、うちはねどっちかというと、あのメカニックの、はい、そしたらなんか当時全日空が、合併したらしいのね、なんかどっかの国内航空会社と、まあ、当時まだ規制されてたんで、はい、全日空は国内しかやってなかったんですけど、どっかの国内航空会社と合併して、でそれでなんか人員整理みたいなのがあって内定1回全部取り消しになったんですよ、そうだったで、どうしようってなって、まだ募集してるってところで防衛省の、まあ、今でいう防衛省ね、はい、昔防衛庁、防衛庁の研究所がそういうあの、あのメカニック募集してるっていうので、それで研究所行った、はい、そうだったんですか。あれ全日空があのあのもし合併してなかったらもう俺はあの研究所なんか行かなかったっつって言ってましたからね、はい、だからそういうこう何ですか、インフレ時代なんだけど、あのずっと一本調子景気いいかというとそうじゃなくて、やっぱりその中でも景気循環あるわけですよ、でデフレ時代でもやっぱりあのずっと景気悪いっていうよりはその中で景気循環あるじゃないですか、はい、小泉内閣の時ちょっとね景気が良かったりとか、はい、ねありましたよね、あと小渕内閣の時ちょっと景気良かったりとか、はい、バブル崩壊以降も下がってんですけど全体はその中で上げ下げはこうあるんですよ ね、 はい、だから寺島さんもだから本当だったら第二次石油ショックでガーンってなるとかです、危ない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 、ねえねえ、だって81年就職でしょ、そうです、でしょ、だから結構やばかったですね、はい、だから80年に就職活動してるってことは、ね、ああもうちょうどだからもうイラン大使館が占拠されてとか、ねえアメリカのイラン大使館が、はい、ねえあの、そう、中イランアメリカ大使館、ごめんなさい、占拠事件とかあってね、で救出作戦失敗したりとかね、はい、なんかいろんなことがありましたけど、ね、もうこの先どうなるんだということで、はい、あの日本政府がもしだからそこで対応間違えて第一次石油ショックの時のようなまずい対応してたら、はい、寺島さんの内定も取り消されて、いやそうですよね、青汁も飲まなくて済んだ、いやいや青汁、世の中明るく寺島これが生まれなかったかもしれない、生まれ寺島が生まれなかったかもしれない、寺島が生まれないかもしれない、そうなんです、はい、で81年日本は何をやったかというと、はい、金融引き締めをやったんですね、そうでしたか、はい、ね、であの時ねだから要はその金利をちょっと上げたんで、それこそあの貯金した方が金利取れるからですね、はい、みんなどんどん貯金して市場からお金を消したんですね、そうすると物買いに行こうかなと思っても、いやでも貯金したとしか金ねえかな、なってあんま行かなくなったでしょ、でうまくこの、まあ石油が入ってこなくて物作れないんだけど、はい、人々もそんなに物欲しがらなくて、ここはバランスしたんですよ、これで調整したんです、で今ロシアがやってるの全く同じことです、ロシアもあの戦争をやったんでもう物入ってこない、はい、ね、これインフレになってパニックになるんじゃないかってなったんで、あの中央銀行総裁は、はい、もうどうせ国際金融市場から締め出されてデフォルト状態だから、はい、もういいやつってもうそこはもう諦めたんです、はい、でプラスあの利上げをしてね、グワーンって利上げをしてもう絶対揺れ起こらねえぞっていうふうにアナウンスしたんですけど、はい、ちょっと聞きすぎちゃいまして、ロシア景気悪くなってきました、あそうですか、そんで今慌てて利下げしてるんですけど、まあ利下げしてもね
もともと物作れないし、もう今どん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 悪影響出てるので、まあちょっと間に合わねえかなみたいな思いますけどね、うん、まあこれからどんどん厳しくなっていくでしょう、はい、まあただそのパニックを起こさないっていう点では成功したんですよ、ね、あとはまあインチキやってね、はい、為替レートだけキープしてるんで、まあロシアンフレンズは ねそれを証拠に、うれロシアで一部聞いてねえとか言うんですけど、いや聞いてるよと、聞いてるから今利下げしてんだろうがみたいな話ですよ ね聞きすぎちゃってということなんで、結構この金融政策って我々のね生活に大きな影響、ね、大きいんですね、はい、テラシマンが生まれたのも、ね、あの当時の日銀と大蔵省は優秀だったんですよ、頑張ったってことなんですね、はい、その後バカになっちゃったんですよ、その後バカになっちゃった。だからこういうねインフレ局面でケチケチやるのはうまいんですよ、うん、日本の官僚たちは、ところがデフレ局面でね大盤振る舞いは苦手です。苦手なんだ、貧乏症です、貧乏ちゃまなんで苦手なんだということで、だからまあ皆さん今ねアメリカが 8% のインフレだとかね、はい、日本もインフレが来るとか言ってなんか、あれはだから大盤振る舞いしちゃったってことですね。そうそうそう、アメリカが大盤振る舞いしすぎて、だから今もう一生懸命抑えるようになってると。で日本は逆に言うとまあ、今回の流行り病ね、まあ、ケチケチやってたんで、逆にまあそれが功を奏してそんなにインフレ率上がってないんですけど、むしろ今日本はインフレ率が低すぎることが問題なんで、もうこれを機に一気に 2% ぐらいは達成しちゃって、でそこから 4% の間をね望ましいインフレ率を日本だけが実現するとなれば、第二次石油ショックの時の勝ちパターンいけると思うんですけど、どうかな。でも目先がほら、ね、燃料代が上がっちゃって、エネルギーが上がってね、物価がこうちょっと高くなってるというふうに見えますからね、はい、まあ、黒田さんはだから燃料代で、まあ、上がってる物価ってのは一時的なもんでね、長続きしないと。で実際にねやっぱりね燃料代もピークアウト、まあ、してくると、まあ、今1バレル120ドルまでまた戻りましたけど、はい、じゃあここから150、ね、300とかいくかっていうとちょっと微妙ですよね、はい、前にドカーンっていった時はこの150ぐらいまでいくんじゃないかっていう、まあ、1回150いきましたけど、このまま300までいくんじゃないかぐらいの勢いでしたけど、それはちょっとないかなとも思うんでね、はい、まあ、だからまあ物価が上がってということでね、過剰にビビってる方いらっしゃいますけど、寺島さんを見てください、はい、ね、高インフレの中、ね、ちゃんと育ってコツ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 ね、そして81年ちょうど転換点です、80年代、ね、この転換点まで普通にね、はい、もう暮らして、さらに内定まで取って、コツ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 やればなんとかなるのでね、はい、まあ 8% のインフレビビっちゃうんですよ。俺ら 9% のインフレ生きてましたから、小学生時代、はい、ね、まあ、こんな元気生きてますので、ね、心配すんなビビってんじゃねえよという話をね、今日もうあの歴史の生き証人ということで ね大正12年生まれの、ね、私違うから昭和33年生まれの寺島直さんにね、いろいろとお話をお伺いしました。はい、はい、ということで、はい、皆さんね、インフレでもね、悲観しないでね、希望を持って生きていっていただければというふうに思います。はい、はい、ということで今日の内容面白かった人はぜひね、高評価のボタンとね、チャンネル登録ね、さらにね、内容良かったらぜひね、Thanks ボタンでご支援ください。最後にコメント欄に感想などを書いていただけると嬉しいです。ガオー。